さんこんにちは、ようこそデラドラムチャンネルへ、河合隆です。のび太くん、はい、そこはね、チャンネル登録をね、まずポチッと押してください。よろしくお願いします。今日はですね、人気の曲、秒針を噛む。ずっと真夜中でいいのにさんの秒針を噛む、バンド名の曲名を最近難しくてなかなか覚えにくいですが、これの、歌が入ったところのパターンですね。なかなか難しいんでね、ミクコピではできないんじゃないのかなと思うんでね、こちらの方いきます。まず、まあ、譜面はもちろん出しておきますけども、2小節で1つのパターンになってますね。2小節というのは1、2、3、4、1、2、3、4、これで2小節ですね。で、1つのパターン、これを大体ほぼ繰り返しているということなんで、そのまず2小節になってるんで1小節ずつになるでしょ。さらにその1小節を半分にぶち切ります。そうやってやりますね。でだからハイハットで言うと4つ、これずつ説明していきます。1個目のパターンはですね、ここはですね、これだけです。1、2、3、4手のパターンは普通の8ビート。まあこれをやろうとしている人は初心者はないではないと思うんで、こうなんですけど、最初に足を入れるね。で、スネアの後ろのハイハットでもう一個足入れる。ドッチッタッド。で、次のところはですね、スリップビートと言いまして、スリップ、滑るとか滑らすの意味なんですけど、スネアの位置が通常の位置より一個後ろにずれてます。耳にするとこんな感じですね。ワン、ツー、スリー、フォーですね。ワン、ツー、スリー、フォー、こうなります。で、序盤からじゃあ、上のここの部分だけつなげてみると、こうなりますね。1、2、3、4、1、2、3、4、ツッツッタッツッツッツッタ、ね、8分音符の裏側に来るんで、ここがかっこいいですよね。ね、1、2、3、4、1、2、3、4、こうなります。で、足が、どうなってるかというと、こうなってるんですね。これはまた後半のハイハット4つ分だけ今説明しました。こうなります。ではさっき言った通り1、2、3、4でしょ。で、1の一番最初に足が1個入ります。で、これだけだと1、2、3、4、1、2、3、4、これだけになるんで、もう1個入ってるんですけど、これどこかというと1、2、3、4って番号をつけたとしたら、2と3の間、1、2、3、4、1、2、3、4、ここに入ってる。この部分は1拍目の部分なんだわ。最初の四分音符というところ、このハイハット2個の中にもう2個足が入ってる。こんなに入ってる。8分音符1拍部分でハイハットは8分音符だから2拍でしょ。足はドーとドーとドーとっていうターターってそーっとそーっとっていうリズムになってるの。で、これが合わさるとハイハットとなるね。
これ足とハイハットを全部一つの音にすると札幌タッタタね、僕の生徒なら分かると思います。札幌こうなってるわけね。札幌これさえできればその後はツッタンなんですよ。ハイハットとハイハットのちょうど間にで、ここまでね、うーんって思ってるけど、序盤とつなげるともう曲の感じになりますよ。いくよでしょ、スリップビートやこれ。1、2、3、4、ほら、来た。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。なってるわけですね。これが一小節目。
するとあのこんな感じにくぐります。決まったわ。